言霊というものがあるのならば、踏み玉というものも存在するのだろうか。私平山が本格的にこうした怪談の取材と執筆活動を始めるようになって以来、何かに欠かされているという思いが強くなってきた。執筆中、作業が進むにつれ、表現や内容がそぐわないと、常に頭の隅、額の左上を内側からクイッと押されるのである。すると、ああここはこうではないのだと妙に納得しながら、押されることのない方向に話を転じていくのだ。こうした奇妙な体験はよくよく考えると私には多かった。先日も幼い頃に両親を亡くしたという女性に出会った。話を聞いていると悲しい境遇ではあるが、いつもいわゆる絶妙なタイミングで彼女を助けてくれる人が現れるというのだ。でもそれだけ協力者や理解者が出てくるのは運だよね。そう尋ねると、彼女は微笑みながらマニキュアを落としてみせた。手入れの行き届いた中指の爪の表面に温泉マークのような絵が浮かんでいた。彼女曰く、不動明王を表す梵字の一種なのだという。両親の書なのかが済んだその盤から浮かんできたそうだ。実は彼女とは偶然立ち寄った飲み屋で隣り合った。いつもなら決して近寄らないこじゃれた店だが、その日はなぜかそこを選んでいた。やはり何かに引っ張られたのだ。ある人に言わせると、これは守られているとか霊的に強いとかいうことではなく、あちら側が力を貯めているだけなのだという。今この時点でも常に弓は私という標的に向けてギリギリと絞られ続け、最後の一瞬に至ってとどめという形で私の体に放たれるのだろう。それまではせいぜい聞いて聞いて書いて書いてゆくつもりである。さて、前置きはこのくらいにして、私は今夜も話を聞きに行こうかと思う。